第8章以上のことから明白となったのは、物体は熱と霊によって組成されていて、これら熱と霊は物を濃密にしたり凝結させたりすることを通じてその作用をなすということである。物体はこの熱と霊によって制作されているがゆえに、あらゆるものには熱が、そして一部のものについては熱が欠乏している場合に冷たさも内在している。だから熱と霊は作用を及ぼすためにあり、質と感は作用を受けるためにある以上、混合体はこれらの性質すべてを分け持っていることになる。したがって同質部分的な物体は水と土から組成されており、それは植物においても動物においても同様であって、また最高によって得られるもので、例えば金銀、そしてその他何であれそのような種類の物体もそうである。これらはこの水と土から、そしてこの二つのそれぞれが中に閉じ込められている、それぞれが中に閉じ込めている蒸発器から形成されているが、それはすでに別のところで述べられた通りである。これらの物体はすべてが相互に異なっているが、それにはまず諸感覚に対応した固有性の点で異なっている場合、すなわち何かが白い色をしている、かぐわしい香りを放つものである、音を発することができるものである、甘いものである、熱を持っている、冷たいものであると言えるのは、等のものが感覚に対して一定の作用をなすことが可能だからである。と、もっと固有の他の受動的属性の点で、つまり作用を受けるという観点からその名で呼ばれている限りの属性の点で異なっている場合とがある。私が言わんとしているのは、例えば溶解し得るもの、凝結し得るもの、曲がり得るもの、そしてその他同様のもののことである。なぜならそのようなものはすべて、ちょうど質と感がそうであるように、その作用を受け得るものだからである。だから骨や肉、腱、木材、樹皮、石、そしてその他、同質部分的な自然的物体のそれぞれは、こうした性質の点で異なっている。そこでまず、およそ可能性と不可能性に即して語られることについて、それを数え上げることにしよう。それは次の通りである。凝結し得ることと凝結し得ないこと、溶解し得ることと溶解し得ないこと、熱で柔らかくなり得ることと柔らかくなり得ないこと、濡れて柔らかくなり得ることと柔らかくなり得ないこと、曲げることができることと曲げられないこと、破折され得ることと破折され得ないこと、粉砕され得ることと粉砕され得ないこと、圧痕を保持し得ることと圧痕を保持し得ないことと、し得ないこと、可塑性があることと可塑性がないこと、圧縮され得ることと圧縮され得ないこと、引き伸ばしされ得ることと引き伸ばされ得ないこと、打ち伸ばされ得ることと打ち伸ばされ得ないこと、裂かれ得ることと裂かれ得ないこと、切られ得ることと切られ得ないこと、粘れ得ることとバラバラに砕け散りやすいこと、押し固められ得ることと押し固められないこと、られ得ないこと、可燃性があることと可燃性がないこと、気圧性があることとないこと、実際物体のほとんどの大部分は以上の性質の点で異なっている。ではこれらの性質の各々がどのような能力を持っているのか、これを述べることとしよう。ところで、凝結し得ることと凝結し得ないこと、溶解し得ることと溶解し得ないことに関しては、先に一般的な形で述べられた。しかしながら、ここでも立ち返ってみることとしよう。すなわち、凝結して硬くなる限りの物体のうち、あるものは熱によってこの作用を受け、またあるものは霊によってこの作用を受ける。熱によってというのは、湿り気が熱によって乾いたものとなるということであり、霊によってというのは、熱が霊によって押し出されるということである。したがって湿り気がなくなることによってこの凝結作用を受けるものがある一方で、熱がなくなることでこの作用を受けるものもある。そして熱がなくなることで凝結作用を受けるのは、水からなるもののすべてであり、湿り気がなくなることによってこの作用を受けるのは、土からなるもののすべてである。それゆえ湿り気がなくなることで凝結作用を受けるものは、湿り気によって溶解する。ただしこれは、例えば糖度のように糖のものの通行が小さすぎて水の粒を通さないほどに凝集しているので、ない場合のことである。そのように凝集してはないもの、例えばソーダ、炭酸ナトリウム、塩、泥からなる土、これらはすべて湿り気によって溶解する。これに対して、例えば氷、鉛、銅のように熱が失われることで硬くなったものは熱によって溶解する。かくして凝結し得るものと溶解し得るものがどのようなものであり、溶解し得ないものがどのようなものなのか、以上をもって述べられた。また、凝結し得ないものとはすべて水の質性を有しておらず、水からなるものでもなく、むしろ例えば、蜂蜜とブドウ液のように、より多くの熱と土からなるものであり、なぜならそれらはいわば湧き立っているから。そしてまた水を含んでいて、ただしちょうどオリーブ油と液体の銀のように、空気の方をより多く含んでいるもの、そして
また、そして例えば、モクタール、タールピッチと鳥持ちのように、およそ粘りのある場合も、これらは凝結し得ないのである。第9章。凝結した物体のうち熱によって柔らかくなり得るものとは、例えば氷のように水からなるものでなく、土をより多く含んでいるものであり、そしてそうだ、炭酸ナトリウムは塩の場合のように、含有する湿り気の全てが蒸発しているわけではなく、またちょうど糖度がそうだが、組成において不均衡のあり方をしているわけでもなく、むしろ水で濡れていなくても引き伸ばされ得るものか、もしくは水からなるものではないが、打ち伸ばされ得るものであって、つまりは例えば鉄と角と木材のように、火によって柔らかくなり得るものなのである。溶解しているものと溶解しないもののうち、濡れて柔らかくなり得るものもあれば、濡れても柔らかくなり得ないものとがある。例えば銅は溶解し得るが、濡れても柔らかくはなり得ないし、羊毛と土は濡れると柔らかくなり得る。水分を吸収するからである。確かに銅も溶解し得るのだが、それは水によって溶けるのではない。しかし水によって溶解し得る物体であっても、濡れて柔らかくなるわけではないものがいくらかある。例えば、ソーダと塩がそうである。なぜなら、水に浸っても前より柔らかくなることがないものは、濡れても柔らかくはなり得ないから。その一方で、溶けはしないけれども、濡れると柔らかくなるものもまたある。例えば、羊毛と果実がそうである。土からなるもので、水の粒よりも大きな通行を有していて、しかも水より硬いものは皆、濡れて柔らかくなり得る。これに対して、水によって溶解し得るのは、総じて全体にわたって水が浸透するものである。しかし土は水に溶けると同時に水によって柔らかくもなるが、これに対してソーダは溶けはするが柔らかくはなり得ないというのは一体どうしてだろうか。そのわけはソーダにはその全体にわたって通行があり、そのために水によって直ちに諸部分が分割されるのだが、土については通行があってもそれが互い違いに配置されているので、そのためにどちらの通行から水が需要されるかに応じて自動的性、特性、性状が異なるからである。物体には例えば足と西洋人参木がそうであるが、曲げたりまっすぐ伸ばしたりできるものがある一方で、糖度と石のように曲げることのできない物体もある。曲げることができずまっすぐに伸ばすこともできないものとは、その糖のものの縦部分が曲線から直線へと、そして直線から曲線へと変化することがありえない物体であり、また、塔のものにとって曲げられることと、まっすぐに伸ばされることが、直線あるいは曲線へと変異ないし運動することであるような、そうした物体のことである。なぜなら山なりに曲げられるものも、くぼむように曲げられるものも、曲がることに変わりはないからである。したがって曲がるということは、縦部分は変わらないままに、王あるいは凸あるいは王となるような運動のことである。実際、もしまっすぐにもなるような運動だとすれば、それは曲がっていると同時にまっすぐでもあることになろうが、まっすぐのものが曲がっているというこのことは不可能なことなのである。そしてもし曲がるもののすべてが山なりに、もしくはくぼむように曲がる。このうち前者は凸形への変異であり、後者は王形への変異であるのであれば、さらにまっすぐの形へと曲がることはありえないだろうし、むしろ曲がることとまっすぐになることはそれぞれ別のことである。かくして以上のものが曲げることのできるものとまっすぐに伸ばすことのできるものであり、曲げることのできないものとまっすぐに伸ばすことのできないものである。また、破裂されることと粉砕されることとのどちらとも起こり得る物体もあれば、いずれか一方だけが起こり得るという物体もある。例えば木材は破裂され得るが粉砕され得ないし、氷と石は粉砕され得るが破裂され得ない。糖度は粉砕され得るとともに破裂され得る。そして、破裂が大きな部分へと分割され、分離されることであるのに対して、粉砕とは2つ以上でありさえすれば、数に関わらず、諸部分へと分割され、分離されることであり、この点で両者は異なっている。ところで、互い違いに配置された数多くの通行を有するような仕方で凝結している物体は皆、粉砕されるし、というのもそのような物体は通行のところで分割されるから。他方、通行が長く広がっている物体は全て破砕されうるのであり、また通行がこれら両方の仕方で配置されているものは両方の仕方で破壊されうる。そして、例えば、銅や銅のように圧痕を保持しうるものと、糖度と水のように圧痕を保持しえないものとがある。圧痕というのは押し付けたり打撃を与えたりすること、概して言えば接触により表面の一部に深く記される変化のことである。
爆音保持し得る物体には、例えばその表面の一部分は変化を被るが、それ以外の部分はそのままであるろうのように、熱で柔らかくなり得るものもあれば、銅のように硬いものもあり、糖度のように爆音保持しない硬いものもあり、というのもその表面が押されて深くくぼむということはないから。そしてまた、例えば水のように湿ったものもある。例えば、なぜなら水は、その表面が押されて深くくぼむことはあっても、それは部分的にくぼんでいるのではなく、互いに場所を入れ替わっているんだから。さて、圧痕を保持している物体のうち、圧痕を記されてもそのままであるとともに、手で容易に押し跡をつけることのできるもの。それらが可塑性のあるものであり、これに対して、ちょうど石や木材のように容易に押し跡をつけることのできないものもあれば、ちょうど羊毛や海綿のように容易に押し跡をつけることができても、圧痕がそのまま残っていたりはしないものもあって、これらは可塑性のないものであり、むしろ圧縮されうる。圧縮されるものとは、押さえつけられた場合に自身に向かって収縮しうるすべてのものであって、その場合表面は深くくぼんで変化しても分化されることはなく、また例えば水がそうであるように、ある部分が他の部分と入れ替わるということもない。なぜなら水はその諸部分が互いに場所を取り替えるからである。押し付けるということは、動かすものが動かされる等のものと接触することから生起する。動かすものによる運動である。そして打撃とは動かすものが移動することから生起する運動である。圧縮される物体とはすべてその等の物体と同族同類の空洞の通行を多く持っている物体である。そしておよそ自らの空洞あるいは自らの通行内へと収縮していくことが可能な限りのものは皆収縮し得るものなのである。実際物体がそこへと収縮していくその等の通行が空洞でないことが往々にしてある。例えば濡れた海面がそうである。なぜなら濡れた海面の通行は水で充溢しているからである。しかしながら等の物体の通行は自身に向かって自然本性的に収縮する物体そのものよりも柔らかいもので充溢していることになろう。だから、例えば海面ろう、そして肉は圧縮されうるのである。これに対して圧縮されないものとは通行を持たないために、もしくは通行は持ってはいるが、より硬いものでそれが充溢しているために、圧迫されても自らの通行へ自然本性的に収縮するということがないものである。すなわち鉄は圧縮されず、石、水、そして液体すべて圧縮されないのである。引き伸ばされるものとは表面の側方に向かって変異し得るもののすべてである。というのも引き伸ばされるということは物体の表面が連続体でありながらも運動を与えるものの方へと移動していくことだからである。そして例えば体毛、皮紐、剣、こねた小麦粉、鳥餅など引き伸ばされるものもあれば、水や石のように引き伸ばされないものもある。それから引き伸ばされると、来ると同時に圧縮されるものもあり、例えば羊毛がそれである。他方同時によってはないというものもある。例えば粘液は圧縮されないが引き伸ばすことができ、海面は圧縮することができても引き伸ばすことはできない。また例えば銅のように打ち伸ばされるものもあれば、石と木材のように打ち伸ばされないものもある。打ち伸ばすことのできるものとは同じ打撃にとって、横方向と同時に深さ方向へと表面が部分的に変異し得る限りの全てであり、それが不可能なものが打ち伸ばされ得ないものである。打ち伸ばされ得るものは皆圧痕を保持し得るものでもあるが、例えば木材を見ればわかるように、圧痕を保持し得るものの全てが打ち伸ばされ得るわけではない。とはいえ、一般的に言えば両方の性質は互換的である。圧縮され得るもののうち、打ち伸ばされ得るものもあればそうでないものもあり、ろうと泥は打ち伸ばされるが、羊毛はそうではない。また、例えば木材がそうだが、裂かれうるものがある。裂かれうるものがある一方で、糖度のように裂かれないものもある。裂かれうるものとは、裂く道具が分割するのよりも広い範囲にわたって分割されうるものである。なぜなら裂けるとは、裂く道具が分割するのよりも広い範囲にわたって分割され、しかもその分割は先へ先へ伸びていく場合のことだからである。ところが、このことは切るということにはあり得ないのである。他方、裂かれないものとは全てこうした状態変化を被ることのあり得ないものである。何であれ柔らかいものは決して裂けるものではないし、私が言わんとしているのは端的に柔らかいもののことであり、相互の関係において柔らかいもののことではない。なぜなら相互の関係においてというのなら、鉄でさえ柔らかいものということになろうから。固いものも全て裂けはしないし、むしろ湿っておらず圧痕を保持し得ることもなく、粉砕され得ることもないものだけが裂けるのである。そしてそのようなものとは通行、横幅方向でなく縦方向に有していて、しかもその通行に沿って諸部分が互いに結びついているようなそういう物体のことである。硬い組成のもの、あるいは柔らかい組成のもののうち、
切られ得るものとは、その等のものを分割するときに、必ずしも切るのよりも先へとその分割が進んでいくこともないし、分割に際して粉砕されるということもない。そういうもののすべてである。そして総じて液体であるようなそうした類のものは切られ得ない。またあるものは切られ得るものであると同時に裂かれ得るものでもあり、例えば木材はそうである。しかしながら大抵の場合、物が裂かれ得るのは縦方向においてであり、切られ得るのは横幅の方向においてである。実際、各々の物体が多くの部分へと分割されるので、その統一体が多くの縦部分からなるものである場合には、この物体はその点において裂かれ得るものであり、またその統一体が多くの幅部分からなるものである場合、この物体はその点において切られ得るものなのである。物が粘り得るのは、湿っているか柔らかいものでありながら、引き伸ばされ得るものである場合である。物体でも、ちょうど鎖のように構成されている物体はすべて、一緒につながることによって、そのような粘り得る性質のものとなる。というのも、これらは広範に伸ばし広げられ得るとともに収縮し得るものだからである。これに対しては、そのような性質でないものは皆、バラバラと砕け散りやすいものである。押し固められる得るものとは、圧縮される得るもののうち、圧縮された状態がそのまま持続している限りのものであり、逆に総じて押し固められないものとは、全面的に圧縮することができないか、圧縮状態を持続できないもののことである。同様に物体には燃えるものもあれば燃えないものもある。例えば木材は燃えるし、羊毛も骨も燃える。これに対し石も氷も燃えない。可燃性のあるものというものは、すべて火を受容するのに適した通行を有しており、またまっすぐに並んだその通行の内部に含まれている湿り気が火よりも脆弱である。そういうものである。しかしそうした通行を有していなかったり、通行に含まれる湿り気の方が火よりも強力であるようなもの。例えば氷や極めて生々しい木。それらは皆可燃性を持たないものである。物体のうち気圧性のある物体とは湿り気を含んでいるものである。ただしその物体は湿り気を含んではいるが、燃えている等の物体から離れてそれが蒸散することは、ないようなそういう仕方で含んでいるのである。つまり蒸気とは燃焼熱の作用により湿り気が空気と流動気、風として出ていく、ものを湿らすことのできる分離物である。これに対して気圧し得る物体というのは時の経過とともに空気中へと分離されるものであり、そしてそれらのうち乾いていって見えなくなるものもあれば土になるものもある。この分離物には物を湿らすこともなければ流動気になることもないという点で、先の分離物とは異なっている。流動気とは長さ方向への空気の連続的な流れである。気圧物は燃焼熱によって乾いたものと湿ったものとがひとまとめになって等しく分離される分離物である。だからこそそれは物を湿らすことはなく、むしろ着色するのである。木質の物体からの気圧物は煙である。実際同じ部類の中に私は、骨も体毛もそのような類のものすべてを参入する。なぜならこれらに共通に与えられる名前はないのだが、しかしこれらすべては類似的に同じ部類の中に入れられているからである。それはちょうどエンペドクレスも、体毛も、木の葉も、木の葉も、密集した鳥の羽毛も、硬い獅子の上の鱗も同じものであると述べている通りである。脂肪分の多い物体の発する気圧物は黒煙であり、油分を含んだ物体の発する気圧物は油脂炎である。オリーブ油が煮えることもなく、濃密になることもない理由は、それが煙を発し得るものではあっても、蒸気を発し得るものではないことにある。これとは逆に、水は煙を発し得るものではなく、蒸気を発し得るものである。また、ブドウ酒は甘いと煙を発する。なぜならそれは脂肪分が多く、そのためにオリーブ油と同じ作用をなすからである。すなわち、甘いブドウ酒は冷たさによって凝結することはなく燃える。それは名前においてはブドウ酒であるが、働きにおいてはブドウ酒ではない。というのも、それはブドウ酒の風味を持っていないからである。だからそれを飲んでも酔わないが、なんであれ普通のブドウ酒は人を酔わせるものなのである。それはわずかな気圧物しか発しないが、それゆえに炎を放つのである。燃えるものというのは物体のうちでも灰へと解体していく限りの物体であるように思われる。この作用を被るのは熱によって、あるいは霊と熱の両方によって凝結したもののすべてである。なぜならこれらは明らかに火によって支配されているから、石の中でもルビーと呼ばれている宝石は火の作用を最も受けない宝石である。燃える物体には燃え上がりやすいものもあればそうでないものもある。前者のうちのあるものは炭化し得るものである。ところで燃え上がりやすい物体というのは、炎を発生させることのできるものすべてであり、他方炎を発生させられないものは皆燃え上がりにくいものである。また、総じて燃え上がりやすい物体は湿ったものではないけれども、気圧物を発し得るものである。
モクタール・ピッチ、オリーブ油、あるいはローは、それら自身だけである場合よりも、他のものと一緒にある場合の方がより一層燃え上がりやすい。そしてこの上なく燃え上がりやすいものとは、煙を発する限りのものである。またそうした燃え上がりやすい物体のうちで、煙よりも土の方をより多く含有している物体が、炭化し得る物体である。さらにまたいくつかの物体は溶解し得るものでありながらも、燃え上がりやすいものではない。例えば銅がそうである。そして溶解し得ないけれども燃え上がりやすいものもあり、例えば木材がそうである。また例えば乳化のように、そのどちらでもあり得る物体もある。このように異なっていることの理由として、まず木材は湿り気をひとまとまりにして含有しており、その湿り気は全体にわたって連続的に広がっていて、その結果、完全に燃えるのだが、これに対して銅では、その各部分に水分が含まれてはいるが、連続的に広がっているわけではなく、その量も小さくなくて、炎を発生させるほどではなく、他方、乳化については、ある部分では湿り気のあり方が木材と同様であり、またある部分では銅と同様だからである。気圧性のある物体のうち燃え上がりやすいものは総じて、土の方をより多く含有しているがゆえに溶解し得ないものである。実際これらの物体は火との共通性質である缶を含んでいる。だからこの缶が熱くなると火が生じる。このことのゆえに、炎は流動器ないし燃える煙なのである。ところで、木材が発する気圧物は煙であるが、ロウ、乳化及びそれに類するもの、そしてモクタールピッチ、そしてそれからモクタールピッチやその類のものを含有するもの、これらが発する気圧物は黒煙である。他方、オリーブ油、そしておよそ油性であるものが発する気圧物は油脂煙である。また、含有する缶がわずかしかないために、単独ではほとんど燃焼しないが、基本要素の転換はこの缶によってなされるから、他のものと一緒になると、すぐさま燃焼するものの気圧物もまた油脂煙である。なぜなら脂肪は乾いた油に他ならないから。それゆえに、湿ったもので蒸散するものについては、オリーブ油とモクタールピッチのように、質がより優勢であり、他方燃焼するものについては、缶がより優勢である。